気絶しないように様のお見足をなるべく視界に入れずに頑張るんです <laughs> 苦手な朝はキンキンに冷やしたスムージーを飲んで眠気を覚ますんです冬だと寒くてしんどいのですが夏は涼しくて爽快なんです <laughs> 暑くて汗が滝のよう。 前行った即売会ではレイヤーさんたちは涼しい顔で撮影してましたがやっぱり一次元の存在ですあのあの花火をするならミユから離れたところでお願いしますぽッと急に燃え上がるのが怖くてあっ先花火だったら平気です 暑くて眠れない時は、三様のおみやしを考えます。そうすると精神を集中できるので、暑さを忘れて、やがて、ドキドキと興奮してきて。はぁ、眠れなくなりました。夏休みのアニメ一挙放送は意外と侮れません。 普段は興味のなかった作品でも、連続で見ていると、ちょっとした足のカットで沼ることもあるので。サン様と海に来られた日に限って。 ああ危なくガラスを踏むところでしたよく見たら砂浜にゴミが結構落ちてますね。皆さんの足を守るためにも拾わせていただきますインラインスケートは屋外だと夏は暑いですが滑ってると風が気持ちいいんですよ あのあの、興味があれば、今度一緒にどうですかあの、百物語をやるのを手伝ってもらえないですかみゆ、話せる階段がそんなになくて。推しについてなら、庭と無限に語れるのですが。みゆ、プールの授業は憂鬱なんです。 まともに見学もできないので保健室で自習してるのですがいつも言い訳が大変なんです夏は推しのレイヤーさんたちが水着コスの写真を多く投稿してるんですだからミゆの SNS には肌色があふれてて外で見ると。 安住ちは似合ってるって褒めてくれたのですが布地が少ないのに慣れなくてソワソワしちゃいますビーチで踊ってる人がいますねあんまり見ないようにしようって姫様こっちに手招きしてる と海に行くのは初めてです迷惑をかけるから毎年お誘いを断っていたんですが今年はおみ足を見たい欲望に負けてしまいみやのバカバカはは <laughs> 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 やっぱりサン様のおみやが見たい <laughs> でもそしたら